この正面に見えるのが、JR の嵯峨野線の花園駅です。そしてこれをまっすぐに参りますと大本山妙心寺ですね。臨済宗大本山妙心寺、これが、妙心寺の正門前ですね。花園大学もあるね。ここから100メートルぐらい先に、正門があります。妙心寺、これが JR 花園駅ですね。そしてここに松があります。そしてこの正面が妙心寺であると。これなんだろうね、これは真っ赤なの。この桜はね、まあ三四分咲きですね、今のね。そしてここから大本山妙心寺ですね。大本山妙心寺、久しぶりだね。30年ぶりですよ、私は。これだったかな。ね、さすがでかいね。大本山妙心寺の境内。ああ、これすごいね。いくつあるんだろうか。すごいお寺あるんだよ、これ。こんなにたくさんありまして。現在の、門は、南正門であります。そしてこの左にあったのが徳島門。これが今入った、南門ですね。それからこちらの方が徳島門。そしてずらっと並んでますね。境内には38の寺があると言ってますね。境内内には38と。